車を操る喜びみたいなのがさあるんだよな、グランツーリスモにはな、本当に。はい、こんにちは、ピカですけどね、グランツーリスモ7やっていきたいと思います。グランツーリスモ7なのにモーションが動いていて、なんとね、3画面表示でやっております。これがね、どうなっているのかっていうのをやっていきたいと思います。ちょっとすごくない、これ画面の揺れに合わせてモーションが動くっていうね。こういうガタガタのところに入っても画面がガタガタするのに合わせて俺もガタガタするっていう。はい、戻ってきちゃったけど、今日はね、どんな仕組みになってるのかっていうのをやっていきたいと思います。すごくないこれ、超リアル。まずはね、ちょっとモーションシムの説明からする。これモーションしてるんだけどさ、これはアクセス性の8軸シミュレーターですね。こんな感じで、まあ動くとね、こう筐体が動くっていうね。これはね、なんとね、グランツーリスモ7公式対応なんですよね。ブレーキ踏むとこういう節に住み込んだり、加速するとブレーキ踏んで加速して、ブレーキ踏んで加速してっていうね。で、左右のね、用とかピッチとかよいしょ、はい、そんなんもこんな感じで動くということですね。これね、どういう仕組みで動いてるのか説明してほしいなんてね、こともあったので、ちょっとね、説明していきますね。こちらの筐体なんですけど、こちらの筐体がね、コントローラーがこのね、筐体のちょっと後ろにあって、その筐体コントローラーから USB でパソコンにつながってます。そしてパソコンから、このパソコンですね、このパソコンのこのコントローラーでもろもろコントロールしてると、このアプリですね。そしてね、このネットワークで PlayStation 5につながっていますと。で、その IP アドレスでつないで、ソケットでつないで、そこからデータをもらって、このね、モーションがグランツーリスモ7の情報が出てまして、ということはグランツーリスモ7からそういうね、モーション情報が出てるってことなんだけどね。で、グランツーリスモ正式対応です、これ。ちゃんと正式のライセンス対応されたモーションシムというのが、もう唯一アクセス性のこのモーションシムということになりますね、はい。アクセス性の2軸と8軸と7軸でも動くのかな、あと6軸のやつも動くのかな、ということで、このアクセス性のシムを買うとこういうね、ソフトがついてくるということになりますね。そしてグランツーリスモ側からはデータが出てるというふうになってますね。で、こうね、モーションするということになります。で、もう一つ、3画面はどうしてるかっていうと、この前のね、このパソコンに、これ壁紙なんだけどね、これ実は壁紙なんだけどね、このパソコンにキャプチャーボードでプレイステーション5の映像を入れ込んでますね。キャプチャーボードで、なんとね、こう OBS が動いててね、これ OBS ほら、これね、これが、これ OBS なんですよ、これ OBS ね、 OBS でビヨーンってね、ビヨーンってこうやってね、これグランツーリスモの映像じゃないですか、これ、ね、OBS、 OBS でグランツーリスモ7の映像をね、これ OBS じゃん、これね、これ OBS、はい、映し出してますということですよ。それを3画面に無理やりこう引き伸ばしてやっていると。で、 OBS ね、機能としてこうプレビューをね、フル画面っていうのがあって、全画面表示できるんですよ、こうやってね、こうやって全画面表示した時にちょうどね、こう乗ってるような絵になるように映し出してると、そんな感じになってますね、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今ずれた、ずれたじゃん、ずれたじゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、何がずれた、何がずれたんだ、いろいろ大変。そうそう、で、 OBS で映し出したものをこちらのこのカメラね、このカメラで撮りまして、このカメラね、このカメラで撮って、録画 PC の、録画 PC っていうのがあって、録画 PC、 いや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 、録画 PC で録画してるというね、これまたちょっとこう OBS が2つあってややこしいみたいなね、ことになってますけどね。で、これちょっと今で、これね、モーションしないとね、こう画面がさ、これ画面揺れてんの分かる、これダッシュボードがこうやって揺れるでしょ、ダッシュボードが揺れるだけだとね、ほら、なんか不自然なのよ、ね、自分が止まっちゃってるから、モーションしないとね。でも、これモーションすることによって、このダッシュボードの揺れに合わせてね、下の映像を見ていただくと分かるように、私が動くとね、あら不思議、
すごい自然にね、なんかこう乗ってる感じになりますよねっていうね、はい、そんな映像になっております。なのでね、ちょっと走ってみたいと思います。で、ね、走るとね、本当に絵が綺麗、もうシムとして最強なんじゃないか、やっぱね、この絵がねっていうねことですわ。これアベンタドールだったんですけど、今車はね重い、車が重い。私もね、このアベンタドール実際所有しておりましたが、重すぎてね、これスポーツ走行には不向きだなということで即売却ということになり、相になりましたけどね。じゃないですか。おお、アベンタドール重い。ちょっとロールもするしね、本当に似てる。こんな感じ。裏缶の方がね、やっぱスポーティーですよね。軽量で設計も新しいということでね。よいしょ、よいしょ。ほら、この辺の傾きとか。ちょっとね、画面がね、やっぱこう OBS でやってるとこ遅れるからね、なかなか運転しづらいんだよね。だからタイムアタックこれでするとかっていうレベルのね話ではなく、なんとなくこうドライブを楽しむぐらいの感じのね、筐体の感じになってますけどね。わあ、ベンタドール、おい、アベンタドール大丈夫かこれでもめちゃめちゃリアルだよこれ。ほらすごくないこれ。3画面欲しいわ本当に。もう3画面になるとすげえリアルマジで。おお、これ乗ってるよねもうね。めっちゃ楽しいんだけどやべえ楽しいんだけどこれこれ危ない危ない、はみ出る、はみ出る、アンダー出る普通にグランツーリスモプレイするより100倍難しくなってんだけどねこれ。今画面の遅れだよな。ちょっとまだ音声とかもね、なんかあっちのパソコンに入りこっちのパソコンにでのここで録音されるのその音を聞いてるみたいな感じになってるんで多分な、50ミリセックとか遅れてるからさ映像も音も多分100ミリまではいかないぐらいの遅れてるから、もうなかなかね、なかなか大変ですね。はい、そしてね、この横のカメラに対してまっすぐ走ってるように見せてるんで、私結構斜めから運転してるっていうね。そうするとこうまっすぐ進んでるつもりが斜めに行ってしまうとかっていうね。あーちょっと待って、これ無理、あー死ぬ死ぬ、俺死ぬ俺死ぬちょっとね、モーションもこのアクセスのシミュレーターなんですけどね、まあ、リアルに動かすっていうような動かし方もできるし、こうなんだろうな、まあ、アトラクション的に大げさにちょっとこう動かすみたいなね感じもできますし、いろんなねちょっと動かし方ができて、よいしょ、それもねちょっと今は大げさにちょっと動かして
このね、画面の揺れに合わせて動かしたろっていうねぐらいに調整してますんでね、これ横の上後ろのこのカメラで見ていただくとね、結構揺れに合わせて動いてるなみたいなねところがあると思いますね。遠赤踏むと大変なことになるんだなっていうね、実写っぽいと本当にこんな遠赤乗ったらもうガックンガックンって車が壊れるんじゃないかぐらいのねモーションしますけどね、これもちょっと多少大げさにやっておりますが、こんな感じなんでしょうっていうね、よいしょ、おおおお、あーもう無理、もう無理です、痛い、はい、ということでね、次はカローラ森蔵さんエディションでダートを走るとどうなるかやっていこう。おおおお、細かい振動は省略されてんだな、モーションでね。これ出すこともできんのかな、高周波は意外と出さないようになってんのかな。あーでも出てることは出てるか、多少ね。でも本当に言うほど、まあ、言うほどこうダートは出てないんだな。めちゃめちゃリアルなんだけど絵が、だとちょっとこの遅れは運転しづらいな。OBS の表示がね、多分ちょっと遅れてんでね、キャプチャーの遅れというよりは、楽しい。これはね、なんかね、ドライブゲームシミュレーターというよりは、まあアトラクションだね。まあでも動きめっちゃいいよ。楽しいこれ。おい。あ、そうですね。言うの忘れた。ハンコンは今ね、ちょっとたまたまこの8軸についてるのがモザだったんで、モザの R21 を使ってますね。ペダルもモザです。そしてブルークだっけ？コンバーター接続してますね。なんで、まあ、公式の4スピードバックと違いますが、まあ、それなりに4スパイフィードバックはいいですよね。セルフも当たり方もいいよね。ほらセルフの当たり方、ダート走ると特にこういうとこセルフじゃない、自分で当ててる。ちょっとあと、ちょっと待って、ちょっと遅れるからさ、映像が遅れるから、クラッチ踏んでるけどね、俺クラッチ踏んでるけど、クラッチ関係ない。あれ、あ、クラッチ関係あるわ、ちょ、クラッチ効いてんだ。おい、楽しい。どんな映像になってるかちょっとよくわかんないけど、俺から見てね、本当になんかこう、いや乗ってるなこれ。もう絵がさ、こう見る絵がねリアルなんだわ。どんなシムよりもこう絵がリアルだから、このね、なんだろうな、こう解像度、今ちょっとねキャプチャーの問題で HD を伸ばしちゃってるから決して綺麗じゃないんだけどね。でもこれ 4K でちゃんとキャプチャーして 4K を伸ばしたらもっと綺麗になるし、でもね、こうなんか光と影の感じだよな、こうなんか解像度というよりは本当にリアルだよな、この一概にこう解像度だけでは語れないさ、こうグラフィックの綺麗さっていうのがあるんだなっていうね。
楽しいんだけど、これめちゃめちゃ楽しいんだけど。もうちょっと、もうちょっとちゃんと絵を返してくれたらな。こう正式に対応してほしいな、3画面な。まあ無理だろうな。だからサードパーティーがさ、だからこうあのその 4K の映像を入れると3画面にこう引き伸ばしてくれて、位置とかをなんかさ、引き伸ばし率とかさ、どこにどのぐらいに表示するかってことをさ、こう調整できるみたいなさ、そんななんか装置を開発してくれたらさ、 4K 入れたら3画面になるみたいな、うまく伸ばしてくれるみたいなさ、そんな装置があったらさ、いいんじゃないの。やっぱりほぼこんくらいだよな、グランツーリスモのコックピットしてて。やっぱ結構ほぶって、ほぶがほぶ広くしなきゃいけないんだろうな。ほぶがリアルじゃない。コックピットのほぶは狭そうに見えても外が広いんだよね。外は広く見えてるような感じだよね。なんでこれはもう結構ね、そういう意味で言って、ちょっと待って、大丈夫かこれ。結構やっぱりグランツーリスモやる場合はめちゃめちゃでっかい画面おすすめですね。もう結構近くに65でもね、ちょっとちっちゃいと思うよ俺。これ 1枚65なんだけど、65インチを3枚やってるから、これ多分90インチぐらい、距離にもよるけどね、こう足元ぐらいに置くとしても85インチぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。で、有機 EL だと今レスポンスがねすごく早いので、有機 EL の85インチとか75インチとか80インチとかってあるのかな、今安くなってきてるんでね、そういうのがグランツーリスモ7おすすめだったと思いますけどね。まあ本格的にやろうっていう人はね、あの本格的にやろうっていうか、こうリアルさをね追求しようという人にはそれでいいと思いますよ。まあ、ゲームとして楽しむんだっていう方はね、もうちょっとこう早いディスプレイで 120fps4K でやりたいよねみたいなね。ちょっと待って、やっぱクラッチ効くな。お前はいつまでやってんだっていう。楽しいんだもんだってこれ。楽しい、めちゃくちゃ楽しいんだけどこれ。このスピンしそうなのにスピンしない、このカローラのいいねこれ。このカローラ欲しくなっちゃう。めちゃめちゃ楽しいんだけど、やっぱ WRC だけあるよなこれ。これダートで乗って楽しくなってんだろうなっていうのが、ちゃんとグランツーリスモでも再現されてるとこすごくない。決して速く走ろうとしてないっていう。コントロールする車を操る喜びみたいなのがさあるんだよな、グランツーリスモにはな。本当にってるだろ。俺どう見てもこれ画面、この画面どう見ても俺走ってるよなこれ。なこんな流れてもこんなんだってめっちゃ楽しいんだけどこれ。お前はいつまで走っとんやって、お前いつまでやっとんやって。あーこれ楽しい、あーこれ楽しいわ。ちょっとだけね、これ酔うな。さすがにこう8軸動かして画面こんな動いてるとさすがにちょっと酔うなこれ。上限のこのこういうのがあるし、
岡酔い、陸酔い、岡酔いってあるの、海酔い、なんだっけ、船酔い。ちょっと待った、行き過ぎた。あ何が言いたいかってあるじゃん、そういうの、そういうのあるじゃん。それのさ、シム酔いがあればシムから降りて実際に乗った時に酔うんだよね。なぜならば、シムで慣れちゃうとさ、なんかなんていうの、シム酔いした後にシム酔わなくなるのよ。もう 俺レベルになるともうシム乗りすぎて酔わないのよ、シムで。でも実車の乗ると酔うの。俺実車で酔ったことなんてないのにさ、実車の動きがさ、シムの動きと違うじゃん。だからなんかシムに慣れすぎてなんか不思議なの、それが。実際に乗ると酔うっていう、あ、ちょっとなんかめまいするわっていうね、やばい症状出てんだけど俺。これ誰か救命してほしい。どういうことなのか解明してほしいんだけど。ということでやってきましたけどね、大丈夫でしたかこれ皆さん。あまり見てると酔うかもしれん。はい、あ、ちょっとなんかちょっとあれだね、もうちょっとこれ上、もうちょっと上だな、もうちょっと上だったな。このなんかあれが見えなくね。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。はい、今日は3画面モーションシムでやってきました。はい、またね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあで、バイバイ。めっちゃ楽しい。